スカイエーカップ2018プロボウリングレディース新人戦準決勝の第5ゲームまで進んできました。テレビレーンにはご覧の4人が入っています。水谷若菜プロ50期、18歳、2017年に実技免除でプロになりました。そして47期鶴井アナミ、鶴井アナミは5年目ですからラストチャンス。そうですね。先ほど落としているのでこのゲーム大事ですね、鶴井プロはね、はあ、はい、準決勝の第4ゲームまで終わっています。初日は5位でこっちに上がってきてるんですけれども、鶴井そして新人です本橋由美、初日8位という形で終わってこっちに進んできました。そして内藤真由美、ストライクスタート。内藤さんはまだ今年最後じゃないんですよね、はい、まだあるんですよね。内藤は今年最後ですか。あ、4年目なのでもう1年まだありますよね、はい、いつもねベテランっぽいと思うんですけどまだあるんですね。実力者でもありますからね。でね、アマチュア時代からねずっと出てるんで、一番私が新人戦出てるんじゃないかしらって言ってましたけど、それぐらい出てますよね。アマチュアでも優勝しています。そうなんですよね、はい。水谷ストライク。鶴井アナミ。グッと来てストライク。新人の本橋由美、関さん、はい、どうやら本橋プロなんですけれども、うん、バスケットを昔やってたようですね。小さい頃からバスケットなどスポーツ万能だったそうですが、うんうん、もう今ボーリングの魅力にはまってバスケットに未練はありませんと言っていたんですが、杉本さんと経歴が似てますね。そうですね、バスケットは面白かったですねあのバスケットの時ってね、ちょうどその中学高校って一番鍛える時にすごい鍛えてるんでね、はいはい、いいんですよね、足腰強くなって。内藤真由美ダブルです。内藤真由美はアマチュア時代2010年に新人戦で真優勝を果たしています。本橋はスペア。水谷は来ればダブルです。ちょっとね、28連のが相当遅くなってるんでね、はい、移動してきた時に遅いなって感じると思うんですよね。早めに掴まないと危ないですね。遅いということはよく曲がってしまうんですね、うん、曲がっちゃってる。もうオイルが取れてきてるんで、はい、鶴井アナミ左側のバスケットは9本でした。また7番が残った。
昨日もこの連でセブンピン飛んでませんでしたからね、うん、苦労してましたね昨日は、はい、そうなんですよね。鶴屋並10位までちょっと落ちましたね、170やったから。第4ゲーム終わったところで現在10位ですか、うん、本橋さんが16位ですね。本橋は16位、はい、内藤さんが8位、ギリギリのところですね。ギリギリのところですね今ね、はい。追っとかないと最終ゲームがきつくなりますのでね、内藤さんも鶴井さんもね。この準決勝は、6ゲームです、はい、昨日の試合も含めましてトータルピンで上から8人が選ばれます、うん、どうだ、滝はなりませんでした。スペアを取ってきています本橋。この本橋プロは鶴屋並と仲が良いですね。そうですね、アマチュア時代からのつながりがみたいですね、はい、その2人が同じボックスだったんですね。同じボックスで戦っていますね、はいはい、さあこの辺でもうレーンをしっかり掴んで後半に持っていきたいですね。仲の良い2人です、うん、先ほどはストライクでしたけどね。こちらはうわ熱い、うん、昨日もねここのレーンで集め行ったりセブンピン飛ばなかったりで苦労してたんですよね、はい。こちら水谷、2015年のジャパンオープンでは優勝しています。アジア時代の話です。鶴井なんですが今年比較的例えば6校クイーンズの3位など、そうですね、2位残りで負けて3位ですからね、はい、調子は上げてきているようなんですか。そうなんですよね。現在のところその決勝に行けるか行けないかギリギリのところで追いかける立場になっています。ここでは絶対200を割っちゃいけないでしょうね、ラストゲームにかけるにはね。ただなかなか200ペースにまだ届いていない感じですからね、うん、今日はビッグゲームが出てない。内藤さんも、そうですね、あ240は出てるんですけどね、180があって230もあるんですけどね、うん、大変仲のいいクワトープで優勝しましたけどもね、この大会で見守っているという。そうですね、やはりですね、本橋はまだストライクは出ていません。このゲーム左のレノがちょっと速くて右が遅いので早くその辺を、うん、分かって、投げるところを決めないとスプリットが出る前に合わせないとダメですよね。こう右と左のレーンで、うん、ちょっとの違いがある場合と極端な違いがある場合とそうですね、ちょっとだいぶ差が出てきたような感じはしますけどね。差が出てきた場合にはどう対応したらいいですか、はいはい、もうスパッと中に入れる、はい、遅い方は入れて立つ位置も入れてって形しないと、
で左によって同じスパットで出して戻すっていう感じにすると、はい、いいとこ行っても天秤飛ばないのでやっぱりスパットも入れて立ち位置も入れ中に入れての方がいいと思うんですよね。立ち位置スパット両方、両方入れて、はい、はい、だいぶ中入りましたね。そうですね、はいはい、15枚ぐらいまで入りましたかね。もうあの辺も入らないとダメなようなぐらい遅いですね、右のレーンは。こちら鶴井です。これですね、セブンピンが飛んでないのでストライク欲しがって、はい、あのスプリット出さないようにこちらはもうとりあえずポケットを突くっていう、あ、来ましたね、ポケットを突くんだっていうことだけに集中した方がいいと思います。ストライク出そうと思うとどうしてもあの力入っちゃうんでね。ファンの声援に大きくうなずきました、はい、第5ゲームに入っていますから本当にもういよいよ残すところ1ゲーム半というタイミングなので、はい、内藤さんもこれね大事なところですからね。内藤は現在8位、うん、ダブルでスタートしたんですがその苦労してますね内藤。そうですよね、いい感じかなと思ったんですけどね。新人本橋はまだストライクが来ません。来ましたね、はいはい、本橋さんはですね、はい、最後フォローするの時に肘が早く曲がっちゃうとダメなんですよね。引っ掛けがもうちょっと前に大きく伸ばしてから曲げるって形をされるともっと良くなると思うんですけどね。鶴井はクレバダブルです。さあどうでしょう。薄い、ね、先ほど厚めいったんで薄めをね狙うっていうのはそれで次に合わせればいいんですけどね、はい、ストライク。第6フレームにストライク出ました。堀江さん、はい、中上さん、残すところ1ゲーム半という、ね、お話出ましたけれども、はい、他のレーンの今途中経過というのをお伝えしたいと思います、はい、第5位につけている大島プロなんですが5フレ終わって200ペースダブル1個ですね、はい、で下井でプロがワンミスしたんですがダブル取って190ペースに戻してと。で7位の坂倉プロが2つオープンフレームを作って170ペースです、ね、でそして国語プロですね、はい、国語プロは、ダブル1つの200ペースで5フレまで終了している状況です。なるほど、競ってますねみんなね。そうですね、大事なとこですねここで。現在そのギリギリの8位にいる内藤、ですよね、伊藤も200ペースではあるんですが、うんうん、カウントがねカウントは良くないですね、ですね今回ね、はい、さあ鶴井だ、どうか、うわ危ない、危ない、ちょっと厚めなんでね、はい、あれストライクと紙一重なんですけどね、うん、でもなかなか合ってないようですね、ここを ね、 そうですね、合わせきれてないよう、難しそうですね。実は昨日もここで苦労していた、うん、そうです、そうです。で大島さんはレフティーなんだけど、はい、もうちょっと中から出して戻す、あの釣りプロの方はもうちょっと外をまっすぐなんでね、違うんですよね、タイプがね。なるほどね、うん、同じレフティーでもね、そうなんですよ、はい、大島さんはね中からうまく投げてましたけどね。そして250台というビッグゲームをここで叩き出して、はい、しかしオープンフレームでした。
この前もテレビ決勝でありましたね。あれやりましたよね。またやりましたね。6号ですね。これは一日中練習ですね。反省会ですか。反省ですよね。しかし痛いですね。これは痛いです。一番大事なとこですからね。水谷はその間にダブルを取ってきました。内藤はオープンフレームのアート。内藤さんもオープンフレームですね。そうなんですよ、はい、あ、ストレートこっちだ。うん、そうですよね。戸橋は来ました。ダブルの後です。水谷はここまで19位。鶴井はここからどうしたらいいでしょうか。ここね、どうするんですかね。ああ今取りました、うん、フレームストライク。多分ね、今投げてるところが内ミスもダメ、外ミスもダメのミス幅がないところなんで、はい、非常にコントロールを要するところだと思うんですよね。でもあれですよね、今勝負どころなので、はい、いきなりボール変えるのも一から見つけなきゃいけないっていうのと、なかなか難しいところですねここ ね、 ね、うん、あのイージミスの後すぐダブルが来ればいいんですけど、一つミスがありますので、なかなか200ペースにも乗ってきていない。ターキー出さないとダメですからね。そうですね。さあここをね、内藤さんもダブルが来るかどうかですね。ダブルが来たら先ほどのミスは帳消しになりますが、見えますけど、あ、中入りましたね。それでもまだ熱いですもんね。難しいレーンになってきているようです。そうですね。本橋は、新人本橋は現在ターキー、本橋さんは早めに中入ってね、大丈夫そうなところを投げてるんですよ、はい、ただあそこにまで入ると本橋さんの場合だったら天秤がなかなか飛びづらいと思うんですよね。10番が残りました。でもスプリット出すよりはね、天秤残ってもいいですから、あそこちょっと薄めを狙った方がいいですよね。熾烈な争いになっています。上位8人を決めるこの準決勝第5ゲーム、最終ゲームまでもつれそうですねこれね。谷若菜が第9フレームを投げようとしています。2年目。水谷もしかし数々のトーナメントに出ていますから、はい、なんかこう2年目という感じがしないですね。そうですね、アマチュアの頃からね、はい、あの頑張ってましたから。ダブルが欲しい鶴井。さあセブンピンが倒れるかどうか。うわー、厚め、危ないですね。これこのままフルで取っても200は超えていきませんね。180ですからね。もう最終ゲームに、最終ゲームにかなりかかりますね。これ以上ミスをしないでね。鶴井は新人戦、今年が最後、5年目です。
方新人の本橋由美は、プロテスト3位合格。準決勝まで残ってきて第5ゲーム第9フレームはストライク。こう見てると堅実にミスなくボーリングを進めていますね。はい、一番ちゃんと合わせてますねレーンにね、ベテランの風格がありますが内藤。そうなんですね。さあこれどうか。ちょっと外に向けたら戻ってこないのでこの、ね、7本カウントのこの3本の点あの5番ピンが残ったりするのが非常に難しい、はい、この時期だと余計に力入っちゃいますよね。さあもうねあまり無理しないです。あのスプリットを出さないで投げるしかないですね。なんか合わないみたいで。はい、スルーイン。しましたね。はい。なんとか195まで持っていきたいですね。堀江さん。はい、中川さん、他のレーンの途中経過なんですが、はい、第5位につけている大島プロは9フレまで当て210ペース、うん、下入プロはですね、ストライク続けて210ペースまで持ってきてたんですが9フレオープンにしてしまって200ペース、うん、で坂倉プロは3つ目のオープン作ってダブル1個あったんですが170ペース、うん、そして国語プロは、8、9とダブル出して、今210ペースという形ですね。で3位につけている浦プロなんですけれども、はい、8フレまで来て190ペースとなっています。なんとなくみんなこう抜けきれないというか、ね、もどかしい状況が続いてますね。鶴井はここは195までは行きません。取って185です。現在10位、水谷は19位。85でこのゲーム第5ゲームを終えました鶴井。現在10位ですから次のゲームに行きたいですね。そうですね。このあと13、14番レーンに行くので、はい、向こうの方では打ってるんでね。わあ、あれがあるんですね。水谷も200を超えず189で終わってしまいました。ちょっともったいなかったですね。はい、そして内藤。内藤は現在8位。そうですね、カウントが一周してるんでね。ファーストライク、ただ下から国防が追いかけてきていて国防が210ペースというリポートが中学生から入りましたので、はいはい、216で打ち終わりました。216、はいはい、内藤はパンチアウトして199。取れるか。あ、残りましたね。189ですか。189、190に届かないところで終わります。はい、そうすると、16本、17本差。うんうんうん、熾烈ですね、この8位、9位。はいはい、おっと。188で内藤が終わりました。下入プロは196でフィニッシュです。はい、下入が196。
本橋はいいゲームをしました。ノーミスで222まで行っています。